はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、まあ一風変わったフィギュアではないのかな。はい、こちらバイクですね。まあ、バイクといってもね、普通のバイクじゃないんですけれども、はい、こちらね、グッドスマイルカンパニーから出ました EX ライド刃草薙っていうね、バイクなんですけれども、これね、私よく検索知らないんですよ。はい、サイバーパンクっていう、多分確かゲーム、ゲームの、主人公かな、主人公の乗るバイクだと思うんですけれども、まあ実はね、私ね、バイク大好きなんでね、見た目がねかっこよかったらちょっと買っちゃうんですよねはい、しかもね、こうアキラの金田のバイクがめっちゃ好きなんですよね。これもね、ちょっと近いもんがあるかなと思ってね、サイバー感があるっていうの、はい、なのでね、ちょっと購入しましたけれども、はい、まあ、これ大きさ的にはそんな大きくはないんですよね。でここにもある通り、これが主人公なんですよね。はい、これでもこれ主人公ですよね。間違ってたら教えてくださいねはい、これがね、別売りなんですよね。Figma 5と合わせて飾ろうということでね。刃草薙じゃないのかな、どうなんだろう、5、誰のバイクこれ誰のバイクでしょう。ただね、今回ね、こっちのね、キャラの方はね、買ってないんですよねいや、バイクがね、めっちゃかっこよくて、バイクだけ先買ってね、ちょっとね、気に入ったらこのキャラクターも買おうかなっていう感じですね。はい、なのでとりあえずバイクだけを先に購入した次第でございます。はい、ということでね、早速こちらのバイクをね、開封して見ていきたいと思います。はい、一応ね、ブリスターの状態なんですけれども、まあ普通にね、そのまま入ってる感じなんですけれども、ちょっと違うのはね、こちら、はい、ステッカーがね、いっぱい入ってますね。種類がかなりあります。まあ、これもね、金田のバイクみたいな感じですよね。好きな感じに貼れて、もうこことかね、こういうカプセルとか、こういう感じのシールとか、なんかほんと金田っぽい感じのシールが多いですね。でこれをね、このシールを普通に好きなところに貼るっていう感じなんですけれども、一応ね、私の場合はシールは未使用で取っておきたいと思います。まあ、あんまベタベタ貼ってもね、現物の良さっていうのはね、なくなる可能性があるんでね一応ね、まあ、見本としてね、こういう感じでフロントのシールド部分かなにステッカー貼ってますよね。まあ、こういう風に貼る、まあ、一例ですよね。ということなんですけれども、まあ、おそらく素の状態が一番かっこいいと思うんですよね。はい、なので私はステッカーは使用しません。はい、ではブリスター外してね、実物見ていきましょう。はい、ではね、ブリスターから出しました。見ていきましょう。こちら、バーン、めっちゃかっこいい。なんだこのバイク、いや、めちゃくちゃかっこいいな。もうフロントから見たらもう金田のバイクですよねいや、すっげーかっこいい。いや、こんなバイクあったら乗りてーな。めっちゃかっこいい。この角張ったデザインとかがね、めっちゃメカメカしくてね、男心をくすぐりますよね。タイヤもちゃんと回ります。はい、ちゃんと回りますね。
でね、これサスペンションもね効いてるんですよ。こうやってこうぐんぐんぐん動くんですよ。こうぐんぐんで、ハンドルもねこれ動くんですけど連動はしないんですよね、うん、タイヤと、うん、動くだけで、タイヤの部分はねこれは普通にこうやって角度変えれますね、うん、こんな感じでバンク角を変えられます。はい、後ろのこのタイヤの太さめっちゃいいね。もう俗に言うウォンウォン系っていうやつですかね。いやこれめっちゃかっこいい。でこれね、あの一応ねサイドスタンドもありますね。これがサイドスタンド、はい、こんな感じで下ろすことができますね。はい、でこうやって飾れると。はい、いや素晴らしい、かっけー、めっちゃかっこいいな。やっぱこう見るとねやっぱりキャラクター欲しくなるよね。やっぱ人物が欲しくなる。乗せてみたいね、うん、これはやっぱり買うべきか、うん、キャラもね。これはいいわ。こうやってね普通にこうやって動かして遊ぶことができるっていうね、うん、小さい男の子でもこれ遊べますね、こうやってね。まあ、それにしてはでかい、高い買い物だと思いますけれどもね。はい、これ6000、7000そんぐらいしますからね。はい、はい、ということでね今回はねスチームパンクっていうねゲーム、それに登場するバイクをねご紹介させていただきました。まあ、珍しくね乗り物ですね。はい、今までキャラクター紹介してますが極めて珍しく乗り物。はい、まあバイクに関しては金田のバイク以来ですかね、紹介するのは。はい、ではね最後はね回転台座に乗せてね一周回してお別れしたいと思います。この機会にぜひねチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。あんをつけろよ、デコつけ野郎。